ゲーム配信の時の音声のバランスの調整って大変ですよね。こんにちは、こんばんは、オーバーです。OBS を使ってのゲームの配信の音声は、これさえ押さえておけば大丈夫という内容をまとめてみました。一つ目は、基本設定。二つ目は、アプリごとの音量の設定。三つ目は、オートダッキング。そして四つ目はストリームデッキとの連携について紹介したいと思います。それではですね、説明していきたいと思うんですけれども、これが OBS の画面になります。で、一番最初に設定するのは、この設定の中の音声のタブですね。で、この音声のタブ、今ちょっと録画してるんで、いじれないですけど、まずサンプルレートは 48kHz。チャンネルはですね、ゲームも配信するので、ステレオにしています。で、あと設定するのはデスクトップの音声を規定にして、で、マイクの音声ですね。マイクの音声は自分が使ってるマイクの音があると思うので、それを設定して、OK を押すと、自分の声とデスクトップの音が入ります。その設定を終わるとですね、ここにデスクトップの音声とマイクの音声というのがここに出ます。デスクトップの音声というのはパソコン上で鳴っている音声ですね。パソコン上で鳴っている音声すべてがここに載ってきます。で、マイクの音は、今設定したマイクから入っている音がここに入ります。そして次に設定するのは、設定のメニューの出力の音声タブです。で、ここのビットレートを設定してください。で、最初デフォルトは160になっているんですけど、Twitch で配信するときは最大 320kbps。で、YouTube で配信するときは 128kbps に設定してください。まあ、今回は128にしています。まあ、私 Twitch で配信するときは320を選択しています。これで基本的な音声の設定はまず終わったので、次に各音声のミックスのバランスを調整していきたいと思います。まず一番最初にマイクですけど、マイクはマイクのオーディオインターフェースの原因を調整して、まあ自分が喋ってる声がだいたい今このゲージにあるように、まあ、ピークで5とか、全体的に5から10ぐらいに普通に喋った時になるように、オーディオインターフェースの原因を調整します。次にアプリケーションごとの音量を調整していきますけど、アプリケーションごとの音量の調整の一番簡単なやり方は、まあ、全ての音声がデスクトップに載っているので、アプリケーション側で音量を調整していきます。今回は BGM を例にとってどんな感じで調整しているか説明したいと思います。一回音楽かけてみたいと思います。で、かけると、音楽が始まったと思います。で、このゲージ見てもらうともわかると思うんですけど、今音楽のレベルがだいたい30、マイナ30からマイナ25ぐらいですね。で、この曲を流しながら、このアプリケーションのボリュームをこう調整していきます。で、このアプリケーションの調整、音を大きくしていくと当然、音楽も大きく、デスクトップ上の音楽の音も大きくなりますし、か小さくしていくと小さくなります。で、通常 BGM はどれぐらいに設定するかっていうと、まあ、このゲージがまあマイナ25ぐらいになるようにアプリケーション上の音声を調整して、これぐらいですね。で、今マイナ25ぐらいで、まあもうちょっと大きくというか、これぐらいに調整してやると、まあ自分の声と BGM がちょうどいいバランスになります。他のアプリケーションも同様で、まあ、あのチャットだとか、他の読み上げだとかゲームの音だとか、そういったものを同じようにアプリケーション上で音量を調整して、デスクトップ上の音声で適切なレベルになるようにしていきます。で、じゃあどれぐらいのレベルにすればいいのかっていうことになるんですけど、まあ、BGM に関しては今説明した通りマイナ25ぐらいですね。ゲーム音だとか、そういった聞かせたい、ある程度聞かせたい音に関しては、だいたいマイナ15ぐらいを狙って調整します。で、アラートだとか、効果音だとか、もう少し強めに聞かせたい音に関しては、まあ、音声と同じぐらいのマイナ5からマイナ10ぐらいにするのがちょうどいいと思います。
あとチャットの音ですね、まあ、例えばディスコードとかを使って他の人と一緒に配信をしてディスコードの人の声も配信に載せたい場合は、まあ、自分の声よりちょっと小さめのさっき言ったゲーム音と同じぐらいの音かちょっと大きいぐらいですかねに調整するのがいいと思います。ここまでは一番簡単な音声のバランスの調整の仕方を説明したんですけれども、ここからはですね、もう少し、高度な設定を紹介したいと思います。先ほどの方法で基本的には配信は可能なんですけど、あの方法で、カバーできないパターンがあります。それは、デスクトップで鳴らしている音声のバランスと配信に載せる音声のバランスを変えたい場合、例えば BGM は先ほどのように配信上は調整しましたけど、自分で聞く方はもう少し音を大きくしたいとか、自分のパソコン上で鳴っている音と配信に載せる音のバランスを変えたい場合は先ほどの方法が使えません。で、そういった場合どうするのかを紹介したいと思います。 OBS のこのソースの中でこのプラスを選んでいただいて、アプリケーション音声キャプチャーかっこベータ版ってなってますけど、これ全くベータ版ですけど普通に使えるので、これを活用します。新規作成します。そうするとここにウィンドウの一優先で、これでですね、どの内容の音を拾うかっていうのをここから選べます。で、今回 BGM の音を別に調整したいので、このモンスターキャットプレイヤーをピックします。で、これを OK するとここに、アプリケーションキャプチャーベータ版というのが出てきました。で、これは何かっていうと、今選択した、まあ、モンスターキャットプレイヤーを実行している Chrome の音声だけをここに個別に取り組むことができます。これを設定すると、ここに今出てきたと思いますけど、こういうふうに選べるようになります。で、一応これ名前を変えて分かりやすく、名前を一旦モンスターキャットと戻します。そうするとここにモンスターキャットの音が再生するとですね、乗ってきます。ちょっと一度乗せてみますかね。再生します。そうするとここ見て分かる通り、ここにモンスターキャットの音が載っています。ただ、同じ音はデスクトップ上にも載っているので、この両方に載ってきます。一旦止めますね。で、これ二重に載ってくることになるので、この方法を使う場合は一旦設定画面でこの音声の出力のこのデスクトップを無効にしてください。そうすることで音声が二重に入ることがなくなります。で、もう一度、モンスターキャットを再生してみます。と、こんな感じで、このデスクトップ音声はなくなって、モンスターキャットだけが鳴っています。で、こうするとですね、例えば、この BGM は大きく鳴らしたいと。自分の環境では少し多くめになってるけれども、配信上は下げたいっていうことができます。こうやって下げていくと、ここのゲージを下げることで、自分の配信上は音量を下げて、自分のパソコン上では、マイナー20で鳴らして、配信上はマイナー25で鳴らす。というような別々の音声の設定が可能になります。ゲームも同様ですね。ソースを追加でアプリケーションキャプチャー、音声キャプチャーを選んで、OK。で、この、なんか、例えば今、ロールを立ち上げているので、リーグオブレジェンドを選んで、これ OK ってすると、ここに今、ロールの音が入ってます。ロールのこの今、この音が、今取り込まれてますね。で、ここの音だけ、こっち側で下げると音ちっちゃくなるし、こっちは、こう、調整が自由に、OBS 上だけで調整できます。で、自分で聞こえてる音は全く変化なしっていう風に、まあ、自分が聞く音と配信に載せる音を、まあ、このアプリケーション音声キャプチャーを使うことで独立して、
コントロールすることができます。アプリケーション音声キャプチャーを使うとさらに高度なことができます。それがオートダッキングですね。で、オートダッキングは何かというと、まあ、ある音が入った時にある音をの音量レベルを下げる、オートでダッキングするっていう機能になります。では、それをどういうふうに設定するかを、説明するんですけど、今回は、BGM と自分の声を使ってオートダッキングの設定をしたいと思います。普段自分が喋ってない時は、それなりに BGM を大きくして、で、自分が喋った時だけ BGM を下げるっていうふうな設定をしてみたいと思います。それではまず最初に音楽を鳴らします。それではダッキングをどのように設定していくかっていうのを説明したいと思います。今回は BGM をダッキングさせたいので、このソースのモンスターキャット、先ほど使ったオーディオ音声キャプチャーのフィルターを選択します。で、このフィルターの中でコンプレッサーを選択します。で、通常コンプレッサーはその音声に、選択した音声に対するコンプレッサーなんですけれども、このサイドチェーンダッキングソースというのをマイクに設定することでマイクに設定することで、マイクがこの識位置を超えた時にこのモンスターキャットの音声がコンプレッションかかる、まあ、ダッキングするということになります。で、この辺の意味はですね、ほぼ普通のコンプレッサーと同じで、どれぐらい圧縮するかっていう割合と、まあ、このマイクがこの音量を超えたら、モンスターキャットの BGM がダッキングしますよという識位置と、まあ、反応速度と実際ダッキングをどれぐらい維持するかっていうことと、まあ、出力ゲインですね。まあ、頭を叩くので、まあ、コンプレッションするので、まあ、通常コンプレッサー使うときは出力ゲイン使うんですけど、まあ、今回のダッキングに関しては出力ゲインは使いません。じゃあ実際に、設定していくんですけど、まず識位置はできるだけ、まあ、ちょっとでも喋ったら反応するようにマイナス30ぐらいにしておきます。で、あとリリースなんですけど、喋り始めて間に間が空いた間も、まあ、基本的にはダッキングを維持したいので、ここは、最大の1秒にします。そうするとある程度喋ってる間だけダッキングするのが、ここ見てると分かると思うんですけど、普段はマイナ15ぐらいなんですけど、喋り始めるとマイナ30からマイナ35ぐらいになるので、これぐらいの音声にしておくとまあいいかなと。まあ、もう少し比率を下げたいんであれば、例えばこれ8とかにしておくと、喋ってる間はマイナ25ぐらい。まあ、今ちょっと楽曲の音量にもよるんでちょっと調整しづらいですけど、まあ、こんな感じでダッキングを設定することで、喋ってる間は、BGM が下がって、喋ってない時はそれなりに音楽が大きく聞こえるっていう風な設定が可能になります。これは、まあ、よく使うのはこの BGM をダッキングさせたり、あとゲーム音ですね。喋ってない時はゲーム音をちゃんと聞かせて、で、喋ってる時だけゲームの音を下げるとか、そういったことにも使えます。シーンごとに音声キャプチャーソースを設定するのめんどくさいので、こういった形でサウンドソースを作っています。ここに、まあ、今回作ったようなソースを全部まとめて入れます。そうすると今このネストサウンドソースに全部これ入ってるので、これここにこれをシーンで、このネストシーンを入れて、あともこれ消しちゃいます。で、そうすると同じようにゲーム音は入ってますけど、ここでいちいち
このソースを追加する必要がなくて、まあ、全てのシーンにこのサウンドソースのネストシーンを追加することで全てのシーンで同じ音声キャプチャーが使えるようになるの でかつ全ての音声の調整はこのネストシーンの元のサウンドソースっていうシーンを調整することで全てのシーンにそれが適用されるっていうような運用が可能になります。次に紹介するのは、まあ、OBS 今設定した音声キャプチャーとストリームデッキの連携ですね。ストリームデッキを設定しているので、このノブを調整すると指定した音声キャプチャーのボリュームがこれで連動して調整できます。でミュートしたいときはタッチするとミュートで、もう一回タッチするとアンミュートで、なのでこれで配信中もこのノブを回すことで各個別の音量がストリームデッキプラスから調整することができます。今回は OBS でのゲーム配信における音声の基本的な設定から音声ミックスのバランスの取り方の方法を基本的なやり方から高度なやり方までご紹介しました。これあくまでも私のやり方なので他にももっといい方法あるかと思いますけれども、まあ皆さんの参考になればと思います。それではオーバーでした。次の動画でお会いしましょう。